はい、どうもゆうすけです。本日が10月31日ということで、巨大マックスゲンガー実装初日ですね。まあ、本日も埼玉で巨大マックスゲンガーはできるのかということで動画やっていこうと思うんですけども、今回前回と違ってですね、1時間周期じゃないんですよ。ずっと出っ放しなんですよね。なのでみんなが同時に一斉に入る合図みたいなやつがないので、前回はね1時間ごとだったから、まあ00分ちょうどにね入ればいいっていう感じだったんですけども、それがないのが今回すごいきついです。そして今回なんですけども、まあ、前回は川越駅前にねちょうどパワースポットがあったんで、まあ、そこでやりくりできたんですけども、今回川越駅にちょうどパワースポットができてないんですよね。まあ、可能性があるとして、まあ、この西武線本川越駅前にある松屋ですね、ここかもしくはマルヒロデパート、マルヒロ百貨店のサンリオが、まあ、パワースポットなんで、まあ、可能性があるとしてこの2カ所ぐらいなんじゃないのかなと思ってます。ただいま時刻が11時41分ですね。なんでまあこの2カ所を行き来して、もうとにかく人が整理するのを待つ、もうずっと粘っていくしかないかなと思ってますね。まあ、最悪夜までかかることを僕は覚悟しております。で、Twitter とか他の YouTuber さんの動画をご覧になられた方はまあ分かってる方もいると思うんですけども、まあ、前回のあの御三家恐怖のあの30人いないと倒せないみたいな、あの巨大マックス御三家からいろいろこうすればもっと少人数でいけるよみたいなノウハウみたいなやつが確立されつつあるんですよ。まあ、前回の動画でも僕ちょっと触れたんですけども、まあ、具体的にはですね、大ウォールそれから大リカバリーが重要ということで、とにかく守り重視の立ち回りをして生存を図ると、まあ、少人数でもいける可能性があるということなんですね。で、今回の布陣としてはまず先発ですね、先発をカメックスにしております。まあ、この子は単純にあれですね、最初巨大マックスにするまでちょっと粘る要因となっております。なので全然もう大マックスの技は強化しておりません。もう紙すくハイドロポンプで技を避けつつ、まあ、とにかく巨大マックスするときまで粘っていただくと。で、大マックスできる瞬間になったら、まあ、ゲンガーに効果抜群を与えられるエスパータイプのメタグロスを大マックスさせたいと考えております。で、大ウォールをですね、僕レベル2まであれから強化したんですね。まあ、理想はレベル3なんですけども、まあレベル2がちょっと僕の粒子の回収の関係上限界でしたが、とりあえず大ウォールを最初使って守りに入りたいと思います。で、そこからはこのメタグロスさんでとにかく攻撃していくと、大ウォールが切れたら大ウォールを使う、余裕があれば大サイコを打っていくっていう感じで立ち回れたらいいなと思ってるんですけど、どうすかね。もう一体はまあゲンガーだったりね、欲張りとかも考えたんですけども、まあ現状の手持ちで一番まあ強化している、まあ、PL40 のリザードンを入れました。一応全員 PL40 ですね。カメックスも PL40 まで強化しております。なのでこの3体の布陣でなるべく生き残りを図る立ち回りでいきたいと思ってるんですけども、どうですかね。まあ、いずれにしてもまず人がいないことにはお話になりませんから、とりあえず人が集まるまでずっとですね待機していきたいと思います。いやー、もう今日取れるかどうか心配ですけども頑張っていきたいと思います。ここのダーク内には普通に13人いますからね。なんで川越人いるんですよ、絶対人はいるはずなんですよ。あー、みんな巨大マックスゲンガーやってくれるかどうかといった感じですね。はい、というわけでやってきましたマルヒロデパートの屋上でございます。ここを本日のキャンプ地としたいと思います。で、ここでもう入ってですね、もう人が集まるのを待つしかないっていう感じですね。もうこれをもうずっと延々と繰り返していこうと思います。で、他の場所にですね人が入る可能性もあるんで、そしたら移動したいかなと思っています。さっきこっちに一人入ってたんですよね。なんで、まあ人の動きを見てね行くしかないっていう感じですね。最低討伐人数は、まあ、前回よりもね、まあ、弱体化したと、まあ、ナイアンティックさんもね、まあ、言っておりますので、まあ、目安としてはどうですかね。まあ、Twitter 見る限りは15人ぐらいか可能性があるみたいで、まあ、20人いればっていう感じで僕は Twitter で見たので、まあ、人がね完璧に集まりきるまでちょっと時間があると思うので、まあ、誰かが入ったら、まあ、そこにダッシュで行くと。あー、今ここ入ってる、入ってるね。ここがちょっともうちょっと人数増える感じだったらここに行こうか。あー、ちょっとこう様子見るわ。多分今からあっち行っても間に合うと思うので、人のウェーブに乗り遅れたらもう詰みますかね。あ、ここ今一人入ってる。じゃあ行きましょうか。オッケー。もうこんな感じでも入って抜けてを繰り返して、もう人が集まるのを待つっていう感じでやっていこうと思います。こう誰かが入っていればねみんな来ると思うんで、まあこれを延々と繰り返して毎月になったら成立するのかっていう感じですね。では成立するまでしばし待ちたいと思います。ただいま時刻は12時5分。この作戦を始めてから5分経過で4人
集まっております。でもこれ全然足りません。でも人は集まってきてますね。もうこれを繰り返せばもっと人が来てくれると信じたいんですけども、でも問題はね、他の3人がこの僕の動きにずっと付き合ってくれるかどうかですよね。これ整理するってなったらとんでもない時間かかると思うんで、なんで他の3人の方がこれもう諦めてしまうとダメなんで、もうこれは本当に全員のメンタリティが捉えていますね。もう絶対霊道を成立させてやるぞと、絶対巨大マックスゲンガを倒してやるぞっていうね、こう川越市民のメンタリティが問われております。もう粘りです、粘り。こっちに今5人いますね。どうだろう、こっちかな、移動した方がいいかな。これ悩むな。でもここにも人入ってるんですよ。ここにも人入ってるんで、いやこれ難しいわ。どうだろう、あっちに行く人もいそうだよね。だからあっちとこっちの人数が一つになったらいけるはずなんです。あ、こっちも6人になった。あ、これ難しいわ。どっちにも今人が集まってます。悩んでると思いますよ、いろんな人が。これどっちでやろうかっていう。でもこっち7人になりましたね。どうだろう、やっぱこっちかな。こっちの方が多分可能性あるんじゃないのかなっていう気がする。あっちにいる人がこっちに来てくれたらもういけると思うんすよね、多分ね。ちょっと川越市民の力をちょっと一つに結集したいですね。今人がいい感じに分散しております。ただいま時刻は12時10分。この作戦を開始してから10分経過で8人集まってくれました。8人か8人ね。いや9人ですね。いやいいぞいいぞ。でも人は徐々に集まっている。これもうちょっとすれば成立するんじゃない。いや、 やっぱこの粘り作戦ですよ、粘り作戦。でもこっちの方にもう人集ま、入んなくなったんで、もうみんなここで成立させるぞってもう腹くくってる感じですね。じゃあここで成立させましょう。多分みんな今こっちに集まってる。11人、 OKOK、 いいよいいよ。だんだんちょっと見えてきたね。どうだろう、13人だとね、やっぱね、こうビビッちゃう人がやっぱ現状多いと思うんですよね。この前30人じゃないとダメっていう認識が植え付けられちゃいましたからね。15人まで集まりました。しかし誰一人として準備 OK をしておりません。あー抜けてったね、一人抜けて。これは一旦解散か、もう少し人を待つ感じか、やるのかこれ。14人、一人は抜けた。あー抜けてるね、みんな抜けてるな。これ13はさすがに無理や。ちょっと一旦抜けて、これちょっとみんな何人で入るんだろう、それが読めない。とりあえず15人ではみんなとつんないっていうことですね。それは分かりました。でもいけそう、このまま粘ってればいけそうです。ちょ、なんかすごい直前抜けの連続で本当申し訳ないんですけど、あ、やっぱ抜けますね。何人でいけるんですかこれ一体。そしてみんなは一体何人だったらとつってくれるんだ。いやーちょっとこれ、ここの場にいる人たちちょっと全員とね、ちょっと意思疎通を図りたいですね。これ18人、いやこれは俺準備 OK 押します。18人は行ってくれ、頼むから。18人、どうだろう、抜け、これね、18人全員が取ってくんないとやばい。誰か一人でも抜けたら一気に窮地になりますね。18人の覚悟が今問われてます。やるか引くか、どうだろう。18人中4人はこれで取ると言っています。どうすかね。いや抜けないで、抜けるか。いやどうすかね、これ抜けたらきつい、誰か抜けたらきついよ。いや行くのこれ、行く、抜けないで、一人でも抜けないで、一人でも抜けたらきつい。行くっぽい、行くっぽいね。これ抜けてないよね、行ったかこれ。ただ問題はこの人数が勝てるかどうか。残り54体、噛みつく、噛みついていく、全体攻撃。うわやっぱ強いわこいつ。とりあえずまずメーター貯めていく。シャドーボール、あーでも亀なんとか耐えてる。とりあえず最初にダイマックスさえできれば、最初にダイマックスさえできればいいんだよ。あと少し、 OKOK、 この瞬間どうだ。でもみんなやってるけど、ポケモンがもう39体しかいない。いけるんすかね。とりあえずダイボール、ダイボールです、ダイボール、ダイボールでダメージ減らしていく。いやこれマックスでできれば、最悪これマックスでするわ。もう課金になるけど、ダメージを減らしていきます。シャドーボールか、シャドーボールを打たれたらきつい。いやもうダイボール、もうダイボールですよ、ダイボール一択っすよこれで。この状態で打っていきます。どうすかねこれ、ちょっと次ちょっとダイマックス、どうだこれ、ダイマックスでしまくれば、ダイマックスしまくればチャンスあるけど、いやーちょっとシャドーボールはどれだけいく。
いや一気に来たわ。これ次も大じゃなさ来る。避けます。オッケーオッケー。で、これも大ウォールだわ。これも守備するしかないっすね。これも守勢に回るしかない。守勢に、あと20体しかいない。大ウォールです、大ウォール。ダメージ減らしていきます。18体。どうだろう。いやー、ちょっともう残りポケモンが半分しかいない。大ウォール。守ります。守りを固めます。守りを固めるしか手がない。みんなが応援して、応援するとですね、これメーターがシャドーボールは耐える。オッケーオッケー。これ早く早く、いやちょっと待って、これはきつい。いやちょっと待って、シャドーボール連続がきついよ。ちょっと早く早く、ちょっとオッケーオッケーオッケー。でこれもう、いやもう守備するしかないよこれ。あとシャドーボール一発受けられないよな。これ守っていくしかない。ボールボールボールします。これボールダメだ、一発も大サイコ打てない、一発も大サイコ打てない。ボールしていきます。お HP 回復、ありがたい、ありがとう。大リカバリーありがとう。分かってる人は分かってる。ただねこれね、6分経つと強敵やられるんですよ。ちょっとみんな応援して、応援でちょっとメーターを上げてほしい。応援でアタックが来る。これ避ける、これ避けます、これ避けます。避けた、 OK ナイス。でこれね、一回ちょっとボールしようか。いや攻めに転じてもいいか。これ悩むな。でも6分なんですよ時間。6分食うと強制オーバーキルなんですよ。どうせよ、ちょっと一回大ウォールします。一回大ウォールして、守りをちょっと完全に固めて、あと大サイコ、やっとこれ攻めに転じられる。やっとこれ攻めに転じられます。ただ残り8体しかいない。くわマジかよ。さあ残り7体。いやーこれちょっと早く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 、ちょっと待って、打ってこない、打ってくんな、もう何もすんな、何もくんな。いやーちょっと HP が削られている。 OKOK、 いいよ、みんなの応援のおかげで、みんなの応援のおかげであれですね、ダイマックスできる周期が上がってるよ。でこれはちょっと大ウォール張りますね。ただどうだろう、ちょっと 守りすぎてるよなこれで。残り6体しかいないんだけど。うち3体俺ですよ。俺が一番長く戦えてますよ。ちょっとこれはちょっとウォール3つでいくわ。いやこれはウォール3つでいく。ちょっと確実にいきましょう。スペシャルアタックが来る。これはかわすしかないよ。いやかわしたか。これみんなが応援してくれている。残り5体。ちょっと俺がすごい狙われている。俺がすごい狙われてます。ちょっと待って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 、俺がすごい狙われてるよ。OKOK。 いやー残り4体、うち3体が俺のポケモン。うち3体が俺のポケモン。俺がすごい粘ってる。俺がすごい粘ってる。いやーどうだった、根本的に、いや足りないよ。いやーこれ時間来て強制オーバーキルのパターンじゃない？時間来て強制オーバーキルなパターンな気がする。応援だよ、ちょっとみんなの応援で、みんなの応援で勝ってますこれ。ちょっと俺が集中して狙われてる。ゲンが暴走すんで。いやーちょっと待ってよ。いやーちょっとでもね、ダイマックスの周期は確実に上がってる。ダイマックスの周期が確実に上がってる。いやーこれはちょっとタイムオーバーでしょこれ。タイムオーバー来るでしょ。いやーうわーマジかよ。でも俺がまだ3体生き残ってますから。4体中3体俺っていうね。だからそれ以外の人全滅してるんだよ。いやーでもここまで削られるとすごい足りないな。いやーこれは無理だろう。みんな応援してくれ、頑張って頑張って。シャドーボールもうこれでもう相当、いやもう無理だろ。ちょっと待ってよ、僕のポケモンしかもういなくなりました。僕のポケモンしかいなくなりました。これどうだろう、みんな諦めてちょっと僕の知らないところで成立してるかなこれ。いやー俺しかいない。
これは強制オーバーキルか、暴走するでってことは。いやーでも無理だなこれ。ちょっと他多分みんな抜けてると思うんで、これ抜けます。抜けます。で抜けて入りま、入り直します。入り直します。いやマジか。参加者のアカウント名を見る限りみんな倒せてないみたいですね。なんで僕が頑張ってるうちに違う陣が成立して勝ったってことはなかったみたいです。あー20人どうだろう。これみんなの戦い方次第だな。でシャドーボールばっか打ってきたんで、ちょっと欲張りすに変えます。ただちょっとリスの技を変えたいんだけど、リスが体当たりのしか変えないんですよ。リスの技を変えたいんだけど、ちょっとリスの技を変えてる暇がないっていうね。いやちょっとリスの技変えたいな、それが不安ですけども。でもまあとりあえず生き残りを図ることが重要なんで、とりあえず欲張りすでもうシャドーボールをもうしのぎ切る作戦でいきますか。さすがにちょっと守りに転じすぎましたね。さあ20人です。守りに転じすぎるとさすがに時間オーバーです。6分で強制的にね終わるんですよ。6分でヘドバグってくんの全然違うじゃん、話違うんですけど。ちょっと待って、ダメだこれ、あいだリス入れたら失敗だったわ。いやちょっとリス入れたら失敗だったわ。これスペシャルアタック来る、これかわす、かわします。シャドーボール、やっぱシャドーボールか。いろんな技打ってくるのがきついよ。いろんな技打ってくるのがきつい。だったらまだあれだな、リザ君入れた方が良かったっすね。リザ君入れた方が良かったっす。ウォール張るよもうこれ。もうこんなん張るに決まってますよ。ウォールでウォール、シャドーボール打ってくんな、頼むから。もう一生ヘドバックだけ打ってろ。もうウォールです、ウォール、一生ヘドバックだけ打ってろ、頼むから。36体残り、笑顔絶対攻撃、これはかわせません。ヘドバック、オッケー、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー、ヘドバックだったら全然耐える。で早くダイマックスをしたいんですよ、ダイマックスをしたい。でこれで全体攻撃、いや大丈夫大丈夫、いいよいいよいいよ。でこれはボールを1枚貼ってあと全部攻撃、いいよ。さっきよりかは攻撃転じられてる。ちょっとね、ウォールしすぎるとダメっていうことが分かってきたんで、いや時間制限があるんですよね実は。いやでさっきより可能性あるのこれ。ちょっとウォールを1枚貼ります。ウォール1枚貼って、もうメタグロスを打ち合ったらもう人生失敗なんで。で大最高、これ大最高打ちたい。あれ大最高ですか。オッケーいいよいいよ。大最高打って、あいいよいいよいいよ。さっきよりさっきよりさっきより全然いい。大最高打ちたい打ちたい。オッケーオッケー。さっきより全然いい。いいよいいよ、さっきよりは全然いい。で最後フィニス打っていく。シャドボくんな、頼むから。シャドボくんな、シャドボくんな、シャドボくんな、避けた、ナイス。シャドボくんな、ちょっとちょっと避ける、避けます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 。ちょっと待って、ここでシャドーボール、うわマジかよ、終わった。ステージアタックが来る、ちょっと終わったわ。うわマジか、しのきれなかった。頼む、頼みの頼みの。でこいつ守備ないよ、マジか。ちょっと頼みの弦、メタグロスがやられてしまいました。さあこれいけるでしょうか。もう天に祈るしかありませんこれ。いやーマジかよ、天に祈るしかない。僕22体、やられたらもう応援に回ります。難しいな、でもみんなの応援を信じて、スペアタックこれかわしますよ、避けます。こんなんもう直撃したらもう、直撃したらもうこんなんもう死ぬやろ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いやいやあと一発耐えられないよ。バックちょっと待って、これあーマジか、応援します。みんなみんなあれだ、これダイマックスのゲージ下げてくれ。応援応援応援で、みんながダイマックスしてくれれば勝てるんですよこれ。これ応援で、これ応援することで、応援することであれですよ、みんなどん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 ダイマックスしてくれるんですよこれ。みんなのゲージを貯めてくれるんですよ。メーターは満タンだ。ってことはあれか、もうみんな一生懸命応援してくれてってことか。もうみんなに、で残り12体、これ残り12体の人は多分粘ってくれてるはず。 OKOK、OK OK、相手が弱っている、いけるぞこれ、みんな頑張ってください。いやメタグロスやられたのがなきつかったな。
大ウォール、大ウォール、残り10体。いや、いけるよ、これ。いけるいける。応援、応援。応援、応援。応援だよ。応援、応援。応援、頑張れ。応援が超重要ですよ。だから、こう、やられたからって言って諦めちゃダメ。やられたからって言って諦めちゃダメなんですよ。応援することで、みんなのゲージが溜まるんですよ。勝った。勝った。みんなありがとう、本当に。みんなの力だ。いやー、この回俺全然役に立たずに申し訳ない。やられちゃったよ。いやー、初回みたいな粘りをね、すればよかったんですけども。で、初回はちょっと俺粘りすぎたね。それが敗因でしたね。いやー、これ、攻守のバランスが難しい。ちょっとリス置きます、これ。リス置きます。多分みんなね、これ、この後やる人いっぱいいると思うんですけども、大変だと思うんで、ちょっとリス置きます。もう、体当たりの仕掛けで全然役に立たないと思うけど、ちょっとは役に立ってくれるでしょう。で、どうしよう、エクステンジか。いやでもこのありさまだともう今日成立するかどうかわかんない。もうこれが最後だと思う。エクステンジしよう。もうエクステンジするわ。砂も増えるし、シグラム X も増えるし、確実に取れますこれ。じゃあゲットシャインジいきます。確実に取るわこれ。金釣りだよこれ逃したらもうこの後いつ成立するかもうわからないですからねこれね。あーでも一戦なんとかできてよかったです。ちょっとこいつを取って優秀の美を飾りたいと思いますでも戦い方は見えてきましたね。多分この動画最後まで見てくださった方は何となく見えてくると思います。とにかく守るんだけど、ただ守りすぎるとこれ6分経過すると強制オーバーキルで試合が終了しちゃうんですよね。で最初の1戦目はちょっと俺守りすぎた。だから最後まで僕は生き残ったけど守りすぎたからダメだった。で2戦目はちょっと攻めに転じたんだけど、攻めすぎた結果シャドーボール直撃でやられてしまったと。いやーこれ難しいですね。とりあえずゲットできてよかった。あもう答えちゃいいよ。もう三つ星だったらいいよいや本当にこれ川越の皆さん共闘ありがとうございました。ただいま時刻は12時38分。この作戦をやってから、大体約40分で、無事レイドですか、このマックスバトルですか、成立することができました。本当に皆さん、もう20人の皆さんね、誰一人として抜けなかったから成立しました。本当に皆さん抜けずにね戦ってくれて本当にありがとうございました。こっちに人集まってますね。次みんなこっち行く感じなのか。11人ちょっとこっち行きたいと思います。ちょっと今僕屋上にいるんでちょっと間に合わなかったらドンマイなんですけども、とりあえず行くだけ行きたいと思います。だけど正直この一戦で僕もう燃え尽きたんで、撮影する気力とかないかもしれないはい、では移動してきました。やはり先ほどのねマルヒロからこっちに流れてきたのか21人ですね。これは行くでしょう。準備 OK です。みんな流れてきてくれてます。今そこ人がいっぱいいます。最終的には21人でございます。9人準備 OK。 もうみんなやる気満々ですよ。もうこの人数なら勝てるってもうみんな分かってる。 OK。 この認識が浸透してくれたらありがたい。これこの前の御三家だったらこれみんな抜けてましたからねこの人数だったらね、この人数でいけるっていう認識が少なくとも今この場にいる人たちには共通の意識としてね共有されたのはいいと思います。あー噛みついていく。気合玉は効いてないですよちょっと待ってよ本当に。もう気合玉、いやーもうあの巨大マックさえできればこちらもです。 OK。 ちょっとね全滅したくない。これはちょっと最後まで、ね、場に残ってちょっとみんなに貢献したいですね。まあ応援もすごい重要な貢献なんですよ。応援も立派な貢献なんですけどね。だからこれあれですよ、これ初心者の人が足を引っ張るとかそういうのは全然ないんですよ。初心者だったり強化してない人が足を引っ張るってことは全くなくて、むしろ応援が重要。応援することでもうすぐもうバンバンもうダイマックスできて、もう連続で小技を打てるわけですから、応援が結構重要なんですよねこれね。あーもう何人かやられて応援してくれてる人がいますね。 OKOKOK。 もう攻めに転じよう。シャドボだけ来んなよ。シャドボ来んなよ。OKOK。 いいよ。残り33体余裕ですね。いいよ。これ多分他のチームの人今攻撃してますね。攻撃って全体攻撃とそれから単体攻撃の2種類があるらしいんですけども、全体攻撃は全員が対象なんですけども、単体攻撃っていうのはそのチーム、4人1組のチームができてるわけじゃないですか。その4人1組のチームのどれかが対象に攻撃対象になるらしいですね。
そしたらあのスペシャルアタックが来るって頭上に3本線が来て、それで避けるとかわせるってらしいんで、逆に言えばチーム数が多ければ多いほど攻撃対象を分散できるんですよね。つまり人数が多ければ多いほど攻撃が来なくなる、自分が攻撃の対象にされる可能性が減るんですよ。なんでまあ最終的には家族の暴力ってことになるんですけども、あの詳しくはですね、あのスタジオ4のネムさんが動画を上げております。あの一応概要欄にリンク貼っておくんで、その動画はマジに参考になるんで、あのもしよろしければあのそちらを見ていただけるといいんじゃないのかなと思います。もうこれはもう勝ちですね。あ、オッケー、もう多分これダイマックスしてるうちに多分誰かがバーンってあのやっちゃうんじゃない、これダイマックスしてるうちに多分誰かがボンってやるでしょ。これもうオッケーですね。あ、余裕ですね。21人余裕だわ。オッケーオッケー。最初に大ウォールを張って守るですね。最初に大ウォール、これ絶対っすわ。最初に大ウォールです、マジで。マジ大ウォール大事。かなり安定しましたね。この21人の戦いはもう相当安定、したと思いますね。はい、というわけで川越から埼玉の東松山まで移動してきました。あれからだいたい3時過ぎぐらいまで川越にいたんですけども、やっぱ成立の目はどこもなかったですね。あの2カ所だけでしたね。なのでちょっと場所を変えてみました。で、個人的に気になっているのは、まあ、川越だったらね、まあ、なんとか頑張れば成立するっていうのはね、まあ、前回の動画と今回の動画でまあ証明できたと思うんですけども、果たして成立の北限、限界ギリギリのラインは一体どっかってことですよね。なのでまあ川越上からさらに下ってこの東松山まで移動してきました。で、視聴者さんから聞いたんですけども、この東松山のこのピオニーウォークですね、ここは御三家の巨大マックスどうやら成立したらしいんですよね。なのでワンチャンあるかなと思います。で、今回はですね、このピオニーウォークの隣にあるこのマクドナルドがちょうどパワースポットになっていて、巨大マックスゲンガーがいるんですよね。まあ、マクドナルド、まあ、ここはかつて EX レイドの対象だった場所ですね。なので EX レイドの最大になるかということで、まあ、ここのマックでね、まあ、さっきと同じ感じで、まあ、出たり入ったりを繰り返して粘ってね、成立を増したいと思います。
ちらにですねやられてる方いるんですけども、あのお子様連れの方なんですけども、子供が泣いております。あまりにもこの巨大マックスゲンカーが強すぎて子供が泣いております。ナイアンティックさん、あの子供を泣かせるのはいかがなものでしょうか。もうみんな心が折れております。
はい、ではそんな感じでマックに入ってから約2時間10分か20分ですか、粘ってなんとか成功しました。もう100円マックどころか、もう最終的にはもう500円マックぐらいになってしまったんですけども、まあ、なんとかマックで粘って成立しました。とりあえず言えることは大ウォール超重要、もう大ウォールです。大ウォール真っ先にもう強化すべきはもう本当大ウォールですね。大ウォール可能な限り本当レベル3にした方がいいですね。とりあえず埼玉の東上線沿線での成立の北限はこれ川越ではなくて東松山まで、なんとかまあ北にね持っていくことはできたんですけども、それでも東松山です。いやこれ小川町は無理だろう。もうさっきも小川町の人とねこう待ち時間ずっと小川のグループの人ともう LINE してたんですけども、いや小川町は無理だよねみたいな感じでもう最初から諦めモードだったんで、いやーまあやっぱね弱体化されたとはいえ厳しいなと思いました。そして今日一番思ったこととしては、最低討伐人数っていう目安、まあ、レイドだったらねもあるじゃないですか。それこの巨大マックスのバトルに関してはないですね。もう本当にもう立ち回りとか、それから一人一人の戦力とか、もっと言えば打ってくる技、ゲンガーがシャドーボール打ってこなければ結構生存するので、まあ、可能性はあるんですけども、シャドーボール連発だとやっぱきつかったので、なので最低討伐人数っていう目安はこの巨大マックスバトルに関しては設けられないなと、もう全然当てになんないなと思いました。最後から2戦目21人で負けてしまったんですけども、ただこれ僕のフレンドさんですね、もう聞いた話だと12人野良で12人でも勝てたらしいんですよね。なので本当にね最低人数はもうこれに関してはもう当てになんないっす。なのでやることとしてはもうとにかく立ち回りを研究する、そしてしっかり技マックス技を強化するっていうことをやっていくっていう感じですかね。僕もこの動画を見返してちょっとこう立ち回りもっとこうした方がいいなっていう改善点を見つけたいなと思っております。もし皆様の方でねここもっとこうした方がいいよとかありましたら、ぜひあのコメントいただければと思います。そのコメントを他の視聴者さんが見ることで、あこれはもっとこうすればもっといい立ち回りになるんだっていうね、そう僕のコメント欄がその立ち回りの研究になりますから、もう皆さんの立ち回り向上につながるので、もっとこうした方がいいよとかそういうのありましたらぜひコメントいただければと思います。それからこの巨大マックスゲンガーやってみた感想だったり、まあ、この動画の感想だったりね、まあ、皆様のこの巨大マックスバトルに関する率直な意見等々ぜひコメントいただければと思います。よろしくお願いします。そしてこの動画面白かったとかためになったとか、もうヒリヒリしました、バトル見てヒリヒリしましたとかね、もう何かしらもう感じ取っていただけていることがありましたら、まだの方はぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価何卒よろしくお願いします。都会に住んでる人でもこれすごく苦労しているので、田舎に住んでる人ものすごい大変だと思うんですけども、でもねこんな感じで最後なんとか諦めない魂で成立することができたので、まあ諦めずにもう強いメンタリティを持ってやっていくしかないんじゃないのかなと思いますので、まあ、僕も田舎埼玉小川町に住んでるので、まあ、大変なので、あの皆さん本当にこれもうとんでもないものがね実装されちゃった感がすごいんですけども、まあ、なんとか皆さんめげずに力を合わせてね頑張っていきましょう。それではまた次の動画でよろしくお願いいたします。アディオス。